今日の日付は1月31日2020年です。ライトボディアクティベーション。1月31日シーズン4。1月31日のライブ録音です。はい、それではですね、いつものように可能な限りゆっくりと長く深く深呼吸は、ハートを中心に360度風船が膨れるように呼吸をゆっくりゆっくりと続けてください。いつもより、普通のいつもよりゆっくりでいいんじゃないですかね。可能であれば、ちょっと引き伸ばしの、ホールドシーので、ゆっくり吐きのという、エクストリームな形でやることもできますが、コンフォタブルなっていうか、やりやすい呼吸でいいと思います。で、姿勢ですが、背骨はまっすぐに、腰の下、腰と、要は、尾骨、仙骨、尾骨、肩椎、腰椎、胸椎、頸椎、頭蓋がまっすぐに垂直になるように。で、この時に、背骨は自然にカーブになるよう、カーブになっちゃうんですが、可能な限り、下腹をぐっと引っ張って、腰をぐっとまっすぐに、腰をここ入れると。その上に腰椎ですね、腰骨をピュッとまっすぐ乗せると。で、胸椎もその上にまっすぐ乗って、その上に肩を下ろすと。で、首もその上にまっすぐに乗り、肩も下ろし、背中も開き、前も開き、顎はやや上向きに、後ろでこうキュッと下げて、で、しばらくその状態でいてください。同じ姿勢をずっと続けていると緊張しちゃうんで、時々崩しいので、もう一回作りいいのでいいと思います。で、頭はギュッと上に引っ張られの、背筋が伸びので、背骨がぐーっと崩れないと。伸ばしたまんま、頭引っ張られたまんま。で、そのまま、縦軸のシルバーコードを意識して、その縦軸にガン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 入っていって、合体しちゃう的な、とにかく縦軸、センタリングですね。センタリング、縦軸のシルバーコードにガン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 揃えなさいと。第7の外側とかでちょっと孫悟空の輪っか的なところが出てくるかもしれないです。気にせずに。このくらいだったらまだ意識が飛ばないでしょう。意識が飛んでももう気にしない。帰ってくるときに帰ってくるみたいな。飛んじゃった方は後から再生を聞いてみると。で、そのまま、センタリングを意識しの、頭の中の縦軸と額の縦軸も意識し、額の真ん中に縦の線があって、それがまっすぐになりのをイメージして。シルバーコードに沿って額の縦軸もまっすぐに並び、頭の軸もまっすぐになり、で、額の内側、額の上とか内側、ちょっと真ん中よりちょっと内側とかで感覚出てくるかもしれないけど、気にせずに。そのまま眺め。なんだろう、感覚にフォーカスして、もう考えない。感覚にフォーカス、もう感覚を観察すると。額の 手前の上です。上っていうのは、額上部の内側のところに感覚を合わせ、そこをどん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 センタリングを続けなさいと。右側と左側で感覚が違うはずです。右側、左側、額の縦軸に沿ってどん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 調整しなさいと。右耳と左耳に意識を合わせる。まず右耳を周辺を感じ、
左耳を感じにの、右と左で違うはずです。で、右と左をどん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 、調律しなさいと。共鳴させなさいと。同じように、同じ感じになるように、ガンダ自動的に調整しなさいと。下火の中心でボキボキとか、なんていうんですかね。強い反応出るかもしれません。気にせずに。ここに慣れること。もう慣れるしかありません。はい。右耳と左耳をどん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 調整しなさいと。で、右の顎関節と左の顎関節もどん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 調整しなさいと。で、右の首筋と左の首筋もどんどん自動的に調整して合わせなさいと。右肩と左肩の、緊張の具合が違うはずです。右と左を比べてみて。はい、緊張してる方、多分左側だと思いますが。はい、どん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 緩めなさいと。はい、左肩、右肩を合わせて、緊張してるのをどん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 緩みます。ほどけます。腰、背面、左側、臀部のところで反応が出始めるかもしれません。気にせずに。出始めたら、そこに意識を通しの、そこをどん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 崩しなさいと、薄くしなさいと、細かくしなさいと。で、右と左の腰の臀部、背面のところ、同じようになるように、自動的にゆっくりゆっくり調整しなさいと。人によっては、動かしたくなるかもしれませんが、動かしたくなったも動かすと、ボディの意見を聞いて、ボディが表現したいように表現させてあげると。人によってはグギグギと腰の回旋運動したくなるかもしれませんが、自分のマインドで止めずに、ボディがやりたいことをさせてあげると。手放します。許します。任せますと。はい、ボディ、上半身がなんとなく暖かくなり始めてきた方は、はい、そのままゆっくりゆっくり充電しなさいと。で、右肩甲骨と左肩甲骨で違和感が出てくるはず。多分左側だと思うんですけど。で、左側の右側の肩甲骨の背面のところをどん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 ほどきなさいと、緩みなさい。肝臓、右側のあばら骨の背面、ちょっと上ぐらいとかでと反応出るかもしれない。先生に。はい、出始めたら、はい、そこどんどんほどきの、開きの、緩みの、エネルギーゆっくりゆっくり通して、はい、どん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 センタリングしの、透明になりの、はい、形をどんどん消し続けなさい。首をなんとなく動かしたくなる場合は、とにかくもう自由に C の首を動かしたらポキとかパキとか言うかもしれませんが、気にしない。自分のマインドで止めずに、あ、動きたいなら動きなさいと。背中ですね、背面の上の方の右側、左側を、はい、右側を感じ、はい、左側を感じの、はい、比べて違いを認識しの、はい、右、左、どん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 揃えなさいと。はい、背面右側、左側をゆっくりゆっくり揃えなさいと。
アンドロメダ、アンドロメダみたいですね、今日ね。ちょっと遠い、ちょっとまだ遠いんで。はい。頭の、自分の頭を漠然とイメージして、はい、首か、顎から上が光りますと。鼻から、鼻の真ん中より上ぐらいかな。顎じゃない、もちろん。鼻の、鼻筋真ん中、頭のど真ん中から上が、はい、光ります。アバートだかまりさん。はい、頭の上半分が白く、眩しく光ります。と。はい、横から自分の頭を見て、右左、右側から見て、はい、頭の上半分光りますと。はい、後ろから見て、頭の上半分光りますと。はい、左側から見て、頭の上半分光りますと。で360度頭を回すように見て、はい、全体的に同じように光りなさいと、光ってますと。はい、上半身、背面、ハートの背面とかが暖かくなり始めている方は、はい、もうそのままラッキーって言ったじゃあ、はい、ゆっくりゆっくり波動を上げなさいと。はい、ゆっくりゆっくり上半身を充電しの。わかりました。ですね。頭全部が光りますと。首も全部360度光りますと。で、肩の右肩、左肩、そして、その下、そこ、逆三角形的に、右肩、左肩を上底辺で、その下にピーッと V 字型で、下の底辺が、尾骨、あ、尾骨でいいか。尾骨のところで、はい。V 字型のところも白く光りますと。はい、頭が光りの、首が光りの、はい、胴体が逆三角形 V 字型に光りますと。あ、耳鳴りが入ってくるかもしれませんが、気にせずに。はい。自分の胴体が姿を漠然とイメージして、左半身が光ります。右側を放っておいてください。左半分が光りますと。はい、ホットフラッシュ的に熱い冷たい感じが上がっていきのに起きても気にしない。はい、左半身が光りますと。はい、左半身前側、後ろ側、横から見ても左半分だけ光ってますと。はい、第7チャクラの中輪ぐらいとか、うん、ちょっと中心、中輪、外輪でこう感覚がちょっと違ってくるかもしれないけど、気にせずに、そのまま自動的にガン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 調整しなさいと。
で、頭の上半分、上の、頭上半分の右側が光りますと。胴体は左半分が光りますと。頭は右半分が光りの、右脳が光りの、胴体は左側、左半身が光りのを続けなさいと。右のと左半身をシンクロシーの、同調シーの、一体化シーの、あばらの左側、左側面とかで気持ちいい感じでくるかもしれない。気にせずに。はい。右のと左半身をシンクロシーの、同調シーの、自動調整ガンガンして整えなさいと。はい、右脳と左半身を意識して頭の中でインフィニティマーク、8の字の横バージョン、インフィニティマークがクリンクリン回転して光りますと。はい。頭の右半分と、はい、胴体左半分が、はい、合体 C の、接続 C の、同調 C の、インフィニティマークでぐる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 回ってますと。ちょっと右の、ちょっと痛くなる方いるかもしれませんが、気にせずに。はい。頭の右半分と左半分を同調させの、統一統合されの、インフィニティマークが回転しのを続けなさいと。わかりました。ですね、インフィニティマークが回転するところを鼻筋の上下の真ん中の内側の頭の中心のところをなんとなく漠然と脳幹の上ぐらいのところで、はい、そこで、はい、インフィニティマークがグリ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 回転してますと、光ってますと。横隔膜の下のところが気持ちよく冷たい感じでクリアリングが始まるかもしれませんが、気にせずに。起きてきたらラッキーチェルチャ。上半身が暖かくなりの、腰が冷たくなりのクリアリングが大きいの。で、横隔膜の下のところもクリアリングが大きいの。で、ちょっと右の頭の中が痛くなるかもしれません。気にせずに。はい、そのまま、はい、右の音、左半身を同調させの、はい、インフィニティマーク、鼻筋の真ん中の奥の頭の中心でクリ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 光の回転シーンを、はい、どん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 調整し続けなさいと。接続し続けなさいと、合わせ続けなさいと。
上半身が汗っぽくなってきても気にしない。はい、そのまま、はい、ゆっくりゆっくり、はい、充電シーンの、ですね、これ、肩甲骨、右肩甲骨の下の方とかでちょっとなんか出て、反応出るかもしれませんが、出てきたらラッキーじゃ、はい、そこの、滞りも開きの、緩みの、柔らかくなりの、細かくなりの、はい、どん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 ゆっくりゆっくり調整しなさいと。なんかそこになんか、ちょっと小さいボール、エネルギーのボールの塊がある的な。出てこなくても気にしない。はい、とにかく、はい、そこどん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 調整しなさいと。ちょっとなんとなく気持ち悪い感じが、上、背骨を下から上に上がっている感じが出てくるかもしれない。急に。このくらいだったら入れてくれるでしょう。はい、どん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 動かしーの。はい、いらないものはガン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 引っ張り出しーの。引っ張り上げーの。ハートのところで違和感が出てる方は、なんとなく苦しい的に、なんとなくそこだけこう、キューッとこう、圧力かかってる的な方は、はい、ハートのところの右側、左側を意識して、はい、右側、左側、どん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 揃えなさい。頭の軸は、はい、頭軸、まず、はい、シルバーコード、はい、1から7まで、はい、まっすぐシルバーコード、光の針金がまっすぐにピンとなってます、と。すべてをそれにどん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 揃えなさい、と。アライメント続けなさい、と。はい、首もまっすぐに揃いの。頭の縦軸も直線的に揃いの。はい、縦軸に合わせてセンタリングをどん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 、縦軸センタリングをガン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 進めなさいと。ハートの背面の違和感を、はい、どう感じの、ハートの背面、右側、左側で、ハートの背面でなんとなく滞りがある感じがする方は、はい、背骨を伸ばしの、はい、胸も開きの、背中も開きの、ハートの周辺背面の違和感なり、滞り感なり、プレッシャーなり、はい、どん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 揃えの。はい、肩も脱力しの。ハートの背面のストレス、どん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 ゼロに近く、ガン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 戻しなさいと。はい、左半身胴体の中央で、下から上になんとなくエネルギーが縦に上がってくる感じになってる方はバンバンザイ。はい、そのまま、はい、左半身縦中央のエネルギーの柱をゆっくりゆっくり作りなさいと。形にしなさいと。で、左半身がなんとなく分厚くなる、右半身より左半身が分厚くなってる感じの方はバンバンだ。は
で、そのまま左半身を作りで続けなさいと。あ、左半身の下から上でなんとなく痛いなり、ジビジビなり、チリチリなりする博多は気にしない。はい、そこのどんどんと、それをどん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 整えの、薄めの、はい、細かくなりの、透明になりの、どん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 透明に戻し続けなさいと。形を消し続けなさいと、透明、スルスルサラサラで、透明にガンガンなんか戻しなさいと。で、鼻の内側、鼻孔の内側、なんか鼻の頭の中心よりちょっと前のところでなんとなくプレッシャーが出てきてる方は、はい、頭の鼻の鼻孔の上の方よりちょっと内側の感覚に意識を合わせ、額よりちょっと下の、額から続いてるんですが、はい、はい。頭の中心、やや前側のところ、どん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 調整しなさいと。はい、明るくなりの、軽くなりの、輝きの、まっすぐになりの、人によってはピキピキとか、ジリジリズルズルとかって音がするかもしれませんが、気にしない。どんどん起きてきます。はい、どん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 、はい、そこの部分、まっすぐにしなさいと。顎は下げない。はい、顎は上に上げたまま。後ろでこうはちょっと下げの。鼻の内側の奥側のところに意識を当ての。はい、どん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 通しなさいと。はい、胴体の縦軸、やや左側がなんとなく縦軸的に暖かくなり始めている方は、はい、そのままゆっくりゆっくりゆっくり調整しなさいと、作りなさいと。左太もも内側、外側とかピクピクするかもしれませんが、気にしない。太もも右側、左側で違うと思いますので、気にしない。そのまま自動的にガン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 やりなさい。はい、左半身を全体的に把握しの、はい、左半身が均一にちょっと分厚くなってる感じ、エネルギー丸太状態になってる方は、はい、そのままゆっくりゆっくりもっと作り続けなさいと。右側は放っておいていいです。左側を、はい、左側頑張って丸、エネルギー丸太状態にガン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 引っ張り上げなさいと。はい、顔の頭の左半分が光りますと。頭の左半分、左脳が光りの。右半身もなんとなく光りの。はい、左脳と右半身を連動させの、接続しの。同調しの、
あ、インフィニティマーク、頭の中心のところが光の回転 C の、はい、左の音、右の胴体をガン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 つなげ続けなさいと。はい、左脳と右半身を、はい、どんどんつなげの、インフィニティマーク、光のを回転しの、はい、左脳と、はい、右半身をどん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 接続し、充電し、はい、同調させの、良心させの、はい、左脳が光の、はい、頭の右半分、左半分が光の、はい、前から見て、頭の左半分光りますと。左から見て、はい、頭の左半分光ってますと。後ろから見て、はい、頭の後ろ側左半分光ってますと。ちょっとハートのところでなんか痛い感じが出る方は、はい、背骨を伸ばしの、ハートを開きの、背面も開きの、あ、ハートのところの滞りもゆっくりゆっくりゆっくり処理しなさいと。右半分がちょっとところどころ痒くなったりするかもしれませんね。気にせずに。はい。はい。右半分、右半身のいらないものだったがだったが、引っ張り上げなさいと。エーテル毒素もガン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 処理しなさいと。首の周辺とか頭蓋のところが何となく動きたい感じがする方は、マインド止めずに、はい、もう動かしちゃう。場合によってはカッキーとかブキーとか言って動くかもしれませんけど、気にしない。はい。はい。首の右側、左側も自動的にガン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 調節しなさいと。はい。手放します。許します。任せます。自動調節、自発動でどん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 整えさ、整え続けなさいと。顎が下がらない。顎はやや上向きに。顎をやや上向きにした状態で、右に向けの、左に向けのしてみて、そこで筋、どこが、緊張するか、どこが硬いかを認識しんよ。はい。で、そのまま、はい。緊張っていうか、硬くなってるところ、硬いと感じるところにて、どん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 ほどきなさないと。首筋の上の方、右左。耳のちょっと下のところですね。
それから首筋上、うなぎの上部、はい、どん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 ほどきなさいと。右耳と左耳を、右耳のところに点を作りの、左耳のところに点を作りの、で、下向き三角形で、下向き三角形のポイントが、ハートの背面よりちょっと上ぐらい。あ、5番、6番、頸椎5番、6番。はい、首、あ、耳の右左から、はい、頸椎、胸椎5番、6番の逆三角形のところを、はい、どん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 ほぐしなさいと。透明にしなさいと。形を消し続けなさいと。はい、右耳と左耳を上底辺にした V 字型下さん。下向き三角形のところを、どん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 ほぐしの、開きの、右左矯正されの、センタリングしの、右耳、左向き、右耳と左耳の底辺、上底辺、下向き三角形と、前に出てきた右肩、左肩と尾骨の下向き三角形を意識して、はい、これを全部縦軸に揃えなさい。はい、右肩とかでちょっと違和感出る方はもう気にせずに、はい、そこどん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 ほどきの、崩しの、並び替えの、理想的な形に戻しの、作り替えの、続けなさいと。はい、手放します、任せます、許します。はい、どん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 自動的にそこの形をどん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 崩しなさいと、透明に戻しなさいと。ちゃったんですけど、続きです。あと10分ぐらいですね。あの多分 NLP っていうか、これは今まで起きませんでしたね。安定してると思ったんですけど、まあいいや。はい、そのまま、はい、右半身左半身ガン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 揃えなさいと。ちょっと熱くなってる方はもう、あの上半身上半身熱くな、暖かいを通り越して、ちょっと北海道状態の方は、はい、そのままどん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 、はい、まとめなさいと。はい、右半身、左半身、整いの。ちょっとドキドキする方いるかもしれませんね、これね。ドキドキしても気にしない、ちょっと遠いところで眺めの。はい、顎は上向き。はい、もう一度、右耳、左向き耳と首、あ、頸椎4号の下向き三角形と、右肩、左肩、飛び骨の下向き三角形を意識して、はい、はい、どん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 光りなさいと、揃いなさいと、はい、どんどん揃い続けなさいと。汗とか出てくるかもしれませんが、もうそこまで行っちゃってる方はバンバンだ。もうそのままどんどん揃えいの。軸を合わせの。左右を同じにしの。
前後ろも同じになりの。ハートの背面のところでなんとなくモヤモヤしてるかな、あなたは。ハートの背面のモヤモヤもどんどん処理しなさいと。引っ張り上げの美しいの動きの。頭の額の縦軸意識しの鼻筋から、額の縦軸、額の縦軸がずっとそのまま頭のてっぺんの100円のところまで、縦の流れがありますと。頭の縦軸に意識を合わせの、額の縦軸もどんどん揃えなさいと。額の縦軸から鼻筋になんとなく縦の流れが感じられる方、ちょっと内側に。そのまま、額の縦軸から鼻筋から鼻の奥から口のところに縦に流れるところをどんどん調整してなさいと。洗いなさい。潤しなさい。右目の上とかでちょっと違和感出るかもしれません。気にしない。目の周辺、右でも左でも反応で始めたら、どんどん自動で処理しなさいと。首、うなじ、左側とかでちょっと違和感出るかもしれない。気にしてる。もう縦の流れをどんどん調整しなさいと。頭の経絡、縦流れもどんどん調整しなさいと。首筋、右側、左側もどんどん調整しなさいと。あと5分ぐらいですね。もう蚊もかなり来てるんで。どんどんそのまま右半身、左半身を作り続けの。鼻の上の奥側の内側の滞りが何とも出てきてる方は、あそこどんどん洗いの、流しの、サラサラスルスルになりの、軽くしの、透明にしの、どんどん形を消し続けなさいと。目をつぶって、もう、まぶたの裏を眺めの、と同時に頭の中心を意識しの、
死体のこめかみとかちょっと反応出るかもしれませんが、はい、はい、まぶたの裏のを眺めの、ただ眺めの、同時に頭のど真ん中に、はい、どん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 意識を合わせの、はい、頭のど真ん中空間を、うん、バイオレット、赤紫的な、ちょっと柔らかい赤紫的な、で、光りますと。頭のど真ん中の洞窟が明るくなりますと。ああ、人によってはちょっとブルーっぽいっていうか、青紫っぽく入ってるかもしれない。気にしない。はい、頭のど真ん中、洞窟をガン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 エネルギー入り、明るくなり、続けなさいと。頭のなんか真ん中洞窟の右上、左上、はい、前側、はい、右奥、左奥、後ろ側をちょっと探検して、はい、頭の中洞窟全体的に、はい、ゆっくりゆっくり明るくなりなさいと。明るくなりなさいと。光りなさいと。頭の真ん中洞窟の中にあるいらないものをどん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 引っ張り上げ、はい、全体的に明るくなり、光を続けなさいと。で頭の真ん中洞窟のど真ん中でなんかくる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 回転してる的な何だか頭の中心のところで何だかグリーングリーン回転してる的な何だかイメージで、はい、回転しなさーいと回りなさーいと動きなさーいと。ちょっと緑っぽいとか見えたりするかもしれません。ちょっと、まあ、色はあまり気にせず、眺め。そのまま、はい、頭のど真ん中の洞窟の世界を体験シーンの、つかみの、どんな感じか覚えの、ぐーっと頭のど真ん中洞窟に入っていくのを見慣れの、続けましょうと。で額の中心から頭のど真ん中にちょっと階段のように階段っていうかちょっとあのカクカク階段でちょっと、まあ、あの角が丸い階段的にギュッとこう段になって中心に入ってきます的なところをパークシーンの
ここまでの場合ワンバンダーじゃないですかね。はい。ということで、あ、これはですね、後半は、かなり自分でいろいろ練習した方がいいですね。起きてる時に。で、前半は飛んじゃうかもしれないんで、あれはガンガン頑張る、努力落とし込みなので、頭の中洞窟エクササイズは、瞑想してるとき、意識があるときにいろいろ寝る前とかにやることをお勧めしますということで。それではまた来週。